はい、こちらはね、朝鮮寺さんですね。まあ、保育園と幼稚園に囲まれているような、そんな賑やかな場所ですね。ここにね、花魁地蔵尊縁起。まあ、飯塚本町はもともと飯塚神殿といって、昔は数えるほどしか人家はなかった。ただ高崎宿から中山道と分かれて越後へ通ずる三国王冠の箕輪道との追い分けになるので、次第に近在から人が寄り、日用品を商うよろずや近在農家への農耕具所、街道の馬力を休ませる立場、旅人宿といった町となった。追い分けから西へは乱闘場へ抜け、東へは村の北方を通って左近から貝沢堀沿いに下飯塚や浜尻へ抜けられた。今の北高崎駅も一時飯塚駅と称したこともあった。この話の左近塚とは、村の北東伊田市の墓地でイチョウや桜の古木が茂った小さな森であった。日立の国笠間城主牧野越後守には跡目がなく、生まれた女子を男子として幕府に届け出た。育てられた娘には島崎左近という呼称が近しゅうとして仕え、生ずりにつれ二人は相思相愛の仲となってしまった。一方時の将軍にはたくさんの姫があり、将軍家より姫を牧野家へとつかせたいとの話が持ち上がった。幕府に届け出たことの真相が発覚すればお家断絶である。重臣たちは相談の結果、二人を蓄電させ病死として届け出ることとし、ことを闇に葬るため仕掛けを送って、左近の地で亡き者としてしまった。暑い夏の盛りの頃だという。若き二人の秘伝物語でもあろうか。姿形といい、ひなには稀な美しくも悲しい男女の最後であった。また何事もなく平穏な村での血生臭い衝撃的な事件でもあった。哀れな女性の死は誰言うともなく花魁であろうということになり、村人は追い分けの王冠沿い伊田市の地に一騎の地蔵様を建て、お代を弔ったという。その後時代も変わり、子育て地蔵とも言うことになり、近辺の人たちが8月1日には地蔵祭りをして、戦後まで子供相撲など、まあ、催し賑やかな時もあった。その後街道の拡幅により朝鮮寺へ移り、現在に至っている。そしてね、こちらにはね、六地蔵のね、由来ですね。仏教では釈尊入滅から永遠の未来仏、弥勒仏の出現まで、聖あるものは地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の六道世界を輪廻していると考えられています。現世での人の心もあたかもその通りです。地蔵菩薩はこの苦しみを救ってくださる菩薩様です。地蔵のお名は、大地は全てを言って、愛し慈しみ、生命を育む力を増すことから表された大きな慈悲の象徴です。地蔵丹下に、この世に出でし地蔵さん、地獄の責め苦を代わりに受け、上に苦しむガキを救う、哀れ畜生を導きたまい、わめき争う阿修羅を諭す、生死に迷う人間を助け、正常世界の天寿人を解す、とあり、子育て延命、厄除けなどの身近な仏様です。また有名な賽の河原地蔵婆さんには、これはこの世のことならず、自然の山地の裾野なる、賽の河原の物語、菊につけても哀れなり、二つや三つや四つ五つ、どうにも足らぬ緑子が、賽の河原に集まりて、父母恋し、母恋し、父上恋し、母恋し、恋し恋しと泣く声は、この世の恋とはこと変わり、悲しさ骨身を通すなり、河原の石を取り集め、これにてエコーの塔を包む。一重積んでは父のため、二重積んでは母のため、三重積んではふるさとの、兄弟我が身とエコーして、
昼は一人で遊べども、日も入り合いのその頃に地獄の鬼が現れて、その時濃度の地蔵様、濃下の地蔵様、地蔵尊揺るぎ入れさせたまいつつ、何をか嘆く幼子よ、何じら命短くてメイドの旅に来たるなり、何じが父母シャバにあり、シャバとメイドは名を通し、我をメイドの父母と思うて、明け暮れ頼めよと、モスそのうちに書き入れて、尺状の絵に取り付かせ、回避のちぐさを与えつつ、たとえ刀なき女みだ、助けたまうぞ地蔵尊とあります。まあ、このようにね、まあ、朝鮮寺さんには、まあ、ちょっとしたね、まあ、花魁地蔵尊、六地蔵菩薩の由来、このようなものがありましたよ。こちらにね、まあ、三基、三門の前です。そしてこちらに三基。綺麗に咲いてるね。はい、こちらが朝鮮寺さんです。ご視聴ありがとうございました。右側ですね。今ね、工事中なんですよ。だからあまり工事中のお寺には行きたくないんですけど、もう来月には工事が終わるらしいんですけど、ここだけ読みますか。不動寺の仁王門と石塔婆、県の指定重要文化財、昭和33年8月1日指定。仁王門は間口 6.05m、 奥行き 3.5m の3間2間のこけら葺き単層切り妻造りの門で、カエル又、欄間などに桃山時代の作風をよく残しているが、江戸時代初期の改築と推定される。作者や制作時期を知る資料が未詳であることは残念である。石塔婆は、ま、前、参道西側に3基並んでいる、ま、池板碑で、安山岩の自然石に、板碑様式の仏主事、いや、文字を刻んだもので、一石に一種と限らず、二ないし三の、ま、別様式を刻んでいる。文字は、寛の3年、1352年、延寛、建章、慶白などがあり、北、北朝年号を刻んでいる。池板碑として重要である。ああ、なるほどね。まあ、ここのすぐ目の前にあるんですけどね。じゃあ、ちょっと写真だけでも撮ってきますか。